着色された地域がティハーマ。アラビア半島西半分の地勢を示す、模式図。左から航海、ティハーマ、ヒジャーズ、ナジュド。ティハーマは、アラビア半島の赤羽湾からバーブルマンデブ、海峡までの航海に面した沿岸平野あるいは、海岸低地を指す、地理的名称である。航海に面したアラビア半島の西側海岸部は、 海岸から20から3 0トル、最大でも7 0トルほど内陸まで定地が続いている。この海抜1 5 0 0ルまでの定地がアラビア語でティファーマと呼ばれている沿岸平野である。ティファーマよりさらに内陸へ行くとヒジャーズと呼ばれる山間部に入り気候や植生が変わる。ティファーマは赤羽湾からバーブルマンデブ海峡のすぐ北側に至るまで連続しており、 そのため、非常に細長く狭い地域である。なお、イエメンのインド洋沿岸部も、ティハーマと呼ばれることがある。ティハーマをさらに細かく分ける場合は、赤羽湾からリースより北を、ティハーマトゥルヒジャーズ、リースより南から南アラビアまでを、ティハーマースイールという。南アラビア地方のティハーマは、ティハーマトゥルヤマンといい、ティハーマースイールの延長である。 内陸部と違い、ほとんどは砂丘に覆われ、火山地帯も存在し、海岸部の湿地帯やマングローブ、バジに沿った戦場地、いくつかのオアシスを除き乾燥した不毛の土地である。ありがとうございます。